パパです。シュです。今日はパパの部屋に泊まりに行きました。今日は土曜日なんで、シュウくんがパパの仕事部屋に遊びに来たんだよね。はい、今日はその様子をお伝えします。みかんを食べながらポケモンをやってますね、シュウくん。パパ、ちょっと見て。何みかん、うん、何これ、なんか変な模様が打ち込まれてる。何これ、捨てて。あれ、シュウ君嘘でしょ。ん、ここにさ、うん、4個あったはずなの、全部食べたの、うん、これ今日と明日の分だよ。え、なんで4個一気に食うの。今日の分でしょ。みかんになるよ、シュウ。うん、いいの。うんうん。はい、シュウ君仕様にしました。じゃあシュウ寝よっか、そろそろ。パパ先に寝るよ、うん、いい、うん、すぐ寝てよ。はい、シェ、おはよう。おはようございます。はい、今ね9時。え、今日11時寝たから10時間寝ちゃったよ。ご飯食べよっか。はい、今日のご飯何。タコ飯。じゃあ作るね。うん、はい、おはようございます。今日の朝ごはんはタコ飯を作ろうと思います。銀だこの福袋に入っていたタコ飯を作ります。はい、まずはお米2合、無洗米を2合入れました。入れます。もう一度入れます。よし、入った。よし、で2合まで入れます。無洗米に、もうこれで終わりだ。あ、違う。これぐらいだ。いいよ。で、これで完成。あとはこれを炊くだけです。はい、タコ飯完了。オープン。おお、美味しそう。あ、持っちゃった。これを食べます。いただきます。はい、タコ飯定食。んタコ飯がメインなんだから、タコ飯から行けよ。タコ、うん、おいしい。グッド、うん、いっぱい食べて、うん、おかわりもいっぱいあるから、うん、あれシュウやばいって、うん、なんか横から見たらさ、うん、シュウの髪型がスネ夫みたいになってるよ。僕ちゃんスネ夫。全然似てねえ。いただきます。はい、パパ特製のオムライス、うん、どうかな。オムライスと、うん、どう。おいしい。そっち、うん、っちはフカヒレスープね。うん、よかった。いっぱい食べてね。うん。
うん、しっかり勉強してますね、しゅうくん。ね。はい。頑張ってよ。